前段が中部勢、中四国勢が中段、九州勢動いていきました。青番の4コーナー、2番の森山が7番の坂本を連れてゆっくりと上昇開始、赤番周回に入ったところで誘導は退避、2番の森山が一度切ってさらに6番のうねきを呼び込んでまいりますが、そのうねきが現在は3番手、竹澤に少しプレッシャーをかけるような感じになりましたが、ここで縦に踏んで6番のうねきが先頭に変わって2番の森山が3番手キープ、4番の竹澤は5番手で鐘を聞いています。さあ6番のうねきが昨日同様若番水から先行体制に入りました。そして絶好のポジションキープとなったのが2番の森山、前と車間を空けています。一方中部勢は後手に回って縦長な展開、最終周回の1コーナーから2コーナー、さあここでまくっていきました。2番の森山、6番のうねきの先行を捉えていって2番の森山がここで先頭に変わります。追走が7番の坂本、あとは切り替えて1番の佐竹が3番手、内をついては5番の吉田、吉田が4番手まで上がってくる。4コーナーを回ってきた、先頭は2番の森山、森山先頭、7番坂本捉えたか。